前回のチュートリアルでは3つの解析を作成して通常の動作状態でコネクタがどのように反応するかを理解し結果を最適化しましたこのチュートリアルではシミュレーション結果を使用してより良い設計にするための設計変更を検討します以前の結果を見直すとブレードロッドコネクタの安全率の最小値は1.03ですより優れたパフォーマンスを発揮するデザインを検討するために モデル作業スペースに戻って形状を変更します。最終的にシミュレーション作業スペースに戻り、その変更がどのような結果になるかを確認します。モデル作業スペースでは、さまざまな変化を加えることができます。 このコンポーネントの作成に使用されたパラメータを把握していれば、パラメータやスケッチを使って厚みを変更することができます。この場合、このコンポーネントがどのように作成されたのかよくわからないため、変更を加えるためにダイレクトモデリング手法を使用します。まず、コネクタにいくつかの変更を加えます。プレスプルを使用して、上、下、内側の面を0.75ミリずつオフセットします。 完成したらシミュレーション作業スペースに戻って形状を太くした結果をテストできます。設計変更は反復的なプロセスであり、シミュレーション作業スペースを利用した設計変更案を作成、検証することで、より最適化された部品を設計できます。3つの解析で再計算が必要なことがブラウザからわかります。 単純に同じ条件で解析をやり直したいのですが、警告が発生しています。修正をクリックすると内容が確認できます。設計変更を行った時にボディー間の干渉を見落としていました。警告ダイアログをクリックすると、モデル作業スペースに戻り、自動的に干渉コマンドが実行されます。 バックガイドブロックとコネクタとの間に干渉が発生していることがわかります。この干渉を修正するには結合でガイドブロックをターゲットとして選択し、コネクタをツールとして使用します。またツールを維持をオンにして、この操作でコネクタが消されないようにします。 干渉をやり直すと干渉をしていないことがわかります。後で交差を追加することを検討します。ここでは静的応力を解析するためにシミュレーション作業スペースに戻ります。結果を見てみましょう。安全率の最小値が1.5ぐらいになりましたが、依然として目的の安全率2を下回っています。モデル作業スペースに戻り、 デザインをもう一度変更します。一旦上下のフィレット面を取り除きます。Fusion 360は面取りを延長することで自動的に修復します。これによりこの領域が強化されます。次に移動コピーを使用してこれらの面を2ミリ後ろに移動し元の設計よりも大きなフィレットを付けます。 シミュレーション作業スペースに戻って、これらの変更を評価します。結果を確認すると、更新された設計では、安全率が目的の2を満たしていることがわかります。このチュートリアルでは、Fusion 360を設計変更の検証ツールとして使用する方法を学びました。次のチュートリアルでは、解析にコンタクトを割り当てる方法、モード周波数解析を使用して、 形状の振動を確認する方法について説明します。